はい、よろしくお願いします。週刊ウニュということで、ウニュっとした動画を毎週相談して1本ずつ作っていこうというコーナーでございます。自分は岩井正香です。よろしくお願いします。そしてお相手は、はい、三好淳一でございます。あ、よろしくお願いします。で、先週からの、この辺にタイトルロゴも出るようになりましたので。はい、で、今日の番組内容は、まず先週やったやつの振り返りをやりまして、その後、来週作るやつのネタ出しをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2。はい、こちら。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週のアイデアをもとに、今井さんが形にしてくれたやつですね。ちょっと振り返りで見ていきたいと思います。出来上がったものを見ると、何かの色が横に潰れたり縦に潰れたりを繰り返している。ああ、そうですね。割合単純といえば単純、うん、またこれが中心軸じゃないと違うものになるんですけどね。今中心のところがこうなんていうか固定してますけどね。ここが固定って感じですね。はい、ああ、固定ですけど、そうじゃないところでやるとまた違うものにはなりますね、うんうん、平面的に多分全表現に対して縮んでるはずですよね、これね。ああ。タッパがね。なるほど。ええ。本当は遠くの点が迫ってきてるんですよね、だから。うん、ちょっと左からもう一回いきますけど。もともとはだから、それ、ループにするといいかもしれないですね。右クリックで。なんか X から K に行って X から Y に行くみたいな話を、 X と Y が、K と Y かな、K と Y がほぼ一緒でしたね。てか同じもんですもんね、表裏の表現で。何のことかっていうのはちょっと前回の、そうですね、前回の、そうですね、前回の見てもらうといいかと思います。まあ、こんなとこですかね。まあこれはこれで一つの作品ということで。はい。はい。共有で。3。はい。それで来週のというか次回の、動画のネタですね。はい。で、なんか五角形ですね。はい。正五角形ベースのやつで。はい。まあ、線が細いな。ただ回るだけじゃないんだ。まあなんか大したことはしてないんですけど、操作が下手すぎてそれはそれはこちらからはいかんともしがって、まあ、ここにね4本こう線があると。はい。の動画もそのひし形って四角形が変形するので、その四角形が4つ集まった角の角度が問題だったわけですが、はい、その角度の基準にこの正五角形を使うということですね。で、まあその一つの角の周りに4つこれが集まってる。そうですね。で、はい、これをひし形で表すとこういう感じになるんですね。ああ、五角形には見えないよね。そうそう。これ。4つの線の周りに、石形がつくので、うん。ここにこういうのがいると、色が違う。色が違うけど、まあ、いいでしょう。これです。はい。まあ、そういうものだと。そして、動きは、うん、動きは、一つの面が、はい。
一つの面、あ、じゃあ二つの面の間で面積をやり取りして移り変わっていけばいいのかな。そんな感じですね。あ、ぐるぐる回ればね。ここにある辺。この辺が、次のステップでここに来てるわけですね。言うて。あ、まあ、つまり、面積の広いところが移り変わっていく感じですよね。そうですね。つまり、その他の2個の面は固定ってことですよね。そうです、そうです。あ、それはわかります。じゃあ、これは、これは作れますね。ここに来て、ここに来て、こういうやつですね。なるほど。で、次は微妙で。え、あ、なんか変えるんですか？うん。ああ。あの、まあ、これはこれで1本ですね。ええー。で、他のネタも。あ、じゃあ 3パートあるんですか？ 3 パートなんか考えたは考えたんですけど、はい。これは何かと言いますと、ここの三角形が移動してる感じ。あ、分かった。面積のやり取りが隣ではなく隣の隣と面積のやり取りをするんですね。はい、分かりました。ここ大丈夫、僕は大丈夫です。見てる人はどれぐらい分かるかがちょっと微妙ですが、ここ、ね、まあまあ、はい、次はだからこれがここのなんかあの切れ目のある丸になってますけど、それは気にせずにこれがここに来ると。でもね、次またこいつがここに来るんですよ。だからね、2つの三角形しか動かないですね。わかります。ああ、そうなの、うん、あ、でも、まあ、回転はするよね。そう、次はこれ。回転はするんだよね。あ、まあ、その、なんでしょうね。その、土地的な回転は。バックグラウンドに三角形が動くことで隙間がなんかずっと移動してくるっていう感じ。なるほど。そして3番目が？ 3 番目はこの今度は2つ分が移動する感じ。右下の2つが今度はここに、あれ、ここに来るんですね。わかります？ああ、分かった。隣の隣の隣側と面積をやり合うんだ。うん、そんな感じ。ああ、なるほどね。で、あ、分かります。岩井は分かります。似てる人はいくらか分からないかもしれない。まあちょっとね。何のこれは多分、だから、なんか4週、ん ?4 週か5週ぐらいすると1周するんで。そこの時点で切り替えて1番2番3番のストーリーをやっときますね。うん、はい。あ、まあ長い動画になっちゃうかもしれないんで。いや、まあ、そんな長くならないですよ。いつもすっげえ繰り返してるんで。あ、いつもと同じぐらいの長さだと思いますよ。途中で動き方変わったっていうのが分かりにくかったら別動画にするか。あ、別動画ね。どうするか。まあまあまあ、あ、じゃあすごい途中で動きが変わるのでよく見ててくださいって書いとけばいいかな。動きが変わるときにそんなもの誰も気にしてねえよっつって。動きが変わるときに色変えるとかっていうのも。あ、そうですか。あ、それしました。あ、色、あ、色、はい、わかりました。色、まあ、じゃあ一旦これはこれで、うん、おしまいですかね。色はまあとりあえずは1個はこれですか。そうですね。まあ、これはこれで。はい。はい。じゃあ一旦ここで切りますね。おーい。あ、でも、あ、そうね。もうエンディングまで撮っちゃおうかな。じゃあ来週これ作りまして、この後だからカラーは相談するかもしれませんね。はい、そうですね。ええー、うん。カラーは相談して決めて、また来週撮りますので。はい、じゃあまた来週ということで、チャンネル登録よろしくねということで、はい、ま
またよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは。